こんにちは、リオレンジャーゆうかです。今日はですね、バランスの良い花の作り方ということにテーマを置いて考えたいと思うんですけども、花が高いとか低いとかっていうことをですね、よくカウンセリングのメールでも来るいただくんですけども、花の高さって一体じゃあどこで測るんだっていうことがまず一点問題なんですね。この花先の部分、この花先の部分が高いのか、花筋が通っていてこの高さですね、この高さが花筋あるのかどうかというような問題になるんですけども、まあ、その花先がですね低くて花筋が通っている場合と、花筋がなくてこの花先です、花先が高いという、まあ、ケースがあるんですけど、花先だけが高かったらですね、これピノキオみたいな花になってしまうんです。鼻先が低いので、ここにこう軟骨を入れて鼻先を高くします。これピノキオみたいになっちゃいます。アップノートになっちゃいます。で、鼻筋がなくて鼻先が高い時に、じゃあここにアイプロテイド入れましょう。それできると思うんです。で、逆にですね、鼻先がなくて鼻筋が通っている、これはですね、団子鼻になったりですね、例えばこう鼻中隔が短くてですね、ちょっと上に向いてしまって鼻の穴が見えてしまうというケースもあるんですけども、これも治療方法が変わってきます。今日は特にですね、鼻筋がなくてこうフェイスライン、顔のイメージっていうのがちょっとこう平べったいような感じに見えるというケースについてお話をしたいと思います。大阪のアニメでですね、ジャリンコチエというのがありまして、その中のキャラクターでですね、ヒラメちゃんというのがいます。ヒラメちゃん実はですね、アニメのキャラ的にですね、鼻筋が全くないように描かれてるんですけども、ヒラメちゃんにちょっと鼻筋を入れてみました。こんな感じになります。どうぞ。今見ていただいたと思うんですけども、鼻筋があるだけで顔のイメージ全然変わっちゃうんですね。なので、鼻を高くしたいと思うときにですね、鼻先なのか鼻筋なのかっていうことをよく検討した方がいいと思うんです。で、鼻筋にですね、こうプロテーゼ、I 型のプロテーゼを入れたら目がこう皮膚引っ張られてですね、真ん中に寄るんじゃないかというようなご質問もいただくんですけど、皮膚が寄るぐらいのですね、大きいプロテーゼを入れてしまったら、いくらこの鼻骨と皮膚の間がルーズにできてると言ってもですね、さすがにそこまで入れたら何かの支障が出ると思うんです。で、その L 型を入れた時に鼻先から飛び出してきますよっていうのはですね、ここがこう動くところが固定されてしまうので飛び出してくるんですけども、 I 型のプロテーゼ入れるこの鼻骨の部分ですね、鼻骨の部分に関しては比較的ルーズにできてるので、そこからまあプロテーゼがですね飛び出してくるということは、まあ、ほとんどのケースの場合ないと思っていただいて結構です。なのでですね、自分の今の鼻の形っていうのがですね、どういうような状態にあるかということで手術方法が変わってきますので、ぜひですね、こちらの方までカウンセリングのメールをいただいたらよろしいかと思いますので、何でもご相談くださいませ。ではですね、またこの時間にお会いしたいと思います。バイちゃん。So beautiful.